こういうね、隙間とか怪しいですね。あ、いた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 。皆さんこんにちは、金崎さきさんです。皆さん今日はですね、この通り海に来てます。この素晴らしいロケーションで、今日はこの素晴らしいロケーションで見つけられてます。何を狙うかというと、クロコブスクリスタルマグカっていう映画虫を狙っていきたいと思います。それ聞こえるかな？めちゃくちゃ荒れてて、はい。でね、どんな虫かというと、こんなちっちゃい虫なんですけども、めちゃくちゃかっこいいんですよ。だからね、まあ、とにかくちっちゃい。で、こんなもので再生回数がちょっと稼げないんじゃないかって心配されるかもしれないんですけども、あの、魅力的なので、とにかく、皆さん見れば感動すると思うので、ちょっとそれを皆さんにご紹介していきたいと思います。てかね、まあ、なんで再生回数ってちょっと取れる自信がてんですけど、でもね、これを紹介して視聴者数回数がね、再生回数が伸びれば、これはまたその僕の実力であり、そして、この素晴らしい虫を、マニアックな虫を皆さんに伝えるきっかけだと思います。これもまた僕の使命だと思いますので、すげえ涙、ちょっと今日はこれを題材にやっていきたいと思います。行きましょう、レッツゴー。いやー、しかし昨日大風があったっていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ荒れております。こんな荒れてる時にちょっと見つかるのかどうかっていう心配もあるんですけど、そもそもこの場所にこのクロコブセスジダルマガムシがいるのかっていうのも、あの、わかんないんですけど、クロコブセスジダルマガムシとは違うんですけど、ここわかります？ちょっと染み出し水があるんですけど、こういうね、ちょっと草下のところとかにも結構ね、水生昆虫っているんですよ。ちょっと探してみますか。こうやってちょっとこう見ただけ、あ、ほら、ユスリカの幼虫とか、あとなんかこの羽隠しみたいのとか結構いるんですよね。こういうところにいるガムシの仲間とかも一応いるんです。ほらほら、これユスリカだよね、ユスリカかな。まあ昆虫の幼虫ですよね。本当、あ、横にもいる、こっちにもいますね。こういう感じでね、結構いろいろ、いるんですね。こんなちょっとした染み出しにね。うわ、いっぱい、なんか昆虫いっぱいいるな。いましたね。これ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 。どれかな。これ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 、どれだ、これ。ちょっと GoPro じゃ見えないか。これ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 ね、コモンシジミガムシって言うんですよ。これです。早い、いっちゃういっちゃう。これです。これ、これがコモンシジミガムシですね。あー、なんか帰ろうとしてる。そう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 。あー、カメラで追うのが大変だ。これね、あーね、ガムシなんですね。おー、かわいいかわいい。あー、入ってっちゃった、入っちゃった。こういうね、マニアックな昆虫をね、知ってるっていうのはきっとあれですよ、これから昆虫始めた人はきっといいっすよ。例えばね、こういうことやってると結構ね、まあ、通りがかりの人とかに何やってるんですかって聞かれるんですけど、聞かれたら、コモンシジミガムシ探してますって言うとね、わあ、かっこいい、すごい、何ですかそれ、ってありますから。そうするとね、皆さんもきっとすごい、この人すごい人だって思われますから。結構こう浜を歩きながらやってきましたね。よいしょ。浜を歩いて今ずっと来た磯のとこまでやってきました。あー、この辺良さそうですね。はい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 、この辺ちょっと探しますかね。なんかね、イメージとしては
こういうとことか、ああいうとことかね、ちょっと水しぶきがかかるような場所で、こう、なんだろう、ちょっと海が突き出てるような岩。で、なおかつ、まあ、これみたいな感じで、緑の苔とか、海藻が生えてますよね。この海藻が下の方に入って、生えてて、うわ、ちゃちゃべ海藻が下の方に生えてるような岩が、なんとなくいいようなイメージなんですけどね。まあまあ、ちょっと探しますか。てか、波強えな。いいんじゃないですか。この辺ちょっと探しましょう。でね、昼間なんですけども、これを使うといいんですよ。懐中電灯。結構ね、なんかこう、暗いっていうか、暗くてなんかこう、見にくいので、このライトを照らすとね、結構、見やすいんですよ。これ、アイテム、必要アイテムです。じゃあ、ちょっとやってみましょう。でね、探し方のコツとしては、こう、ごちごちした岩の、浸水した。ゴツゴツした岩のちょっとこっち移動します。ゴツゴツした岩のくぼみとか隙間に入ってることが多いんですよ。そういうところをこうよく見てみて、なおかつね、この艶がない道なので、うわ、よくね、こうライトを照らしながら見ていくっていうのがコツですね。あー、でもいそうだな。もう一つポイントとしては、ちっこい貝ありますよね。巻貝がついてるところのあたりっていうのは結構怪しいと思うんですね。で、さらに3つ目、もう1個が、なんかちょっと黄色っぽくヌメヌメしてるような感じ。そういうところが結構好きだった。その3条件を狙っていくと、行きやすいと思います。こういうとこ滑るんだよな。おお、滑る。おお、危ない。気をつけてくださいね。滑る。めっちゃ滑る。歩いてるとすぐ1.5 ミリぐらいなので、まあちっちゃいといえどもね、動いてれば結構わかるんですけど、動いてね、止まってる、ずっとしてるやつだと目が慣れないとね、最初見つけにくいんですよ。ああ、こういうね、隙間とか怪しいですね。あ、いた。いた。まず見つけたら次のアイテム、これです。ピンセット。このピンセットを使って、あれ、どこだかわからないんですが、あれわからなくなっちゃった。あれ、どこ行った。目をそらした隙にどこ見てたのかわからなくなってた。あれ、カメラとか撮ってると、どこにいるかって探してる間にね、どこにいたか目でも分かんなくなっちゃうこと多いですよね。だからもういたら速攻を撮るっていうのは基本なんですけど、今日はちょっと撮影なので、いた。ここの穴の中に入ってます。撮りますよ。撮った。これ落としやばいよ。これです。いた。よし。これです。これ。これ。ちょっと一回これキープしますね。いや、でもいましたね、やっぱり。ちなみにこの場所はね、この場所では初記録です。素晴らしい。でもね、多分ね、誰も調査してないから、なんかこう、記録がないだけで、結構広くいると思うんですよね。あー、おー、何匹か見つかるといいな。あー、いた。あー、入っちゃった。いた。あー、ちょ。入っちゃった。ちょっと待って、2匹いる。取れない。来た。はい、取った。はい、素晴らしい。取れました。いやー、いますね。素晴らしいですね。嬉しいな。2匹目。じゃーん。もう1匹いますか、もう1匹。あ、いた。これが、クロコブセスリダルマガムシです。ちっちゃー。
おお、影入っちゃうね。ちょっとライト照らします、ね、いや動いてればでも結構わかりますね。そこそこ大きい、まあ、小さいけど、まあ、大きい、なんと微妙な表現ですけども動いてますね。はい、ということで合計4匹見つけることができました。じゃーん、嬉しいっすね。で、まあこんな感じで三浦半島の今一緒にいるんですけども、まだまだね記録のない場所まだまだたくさん出ると思うので、結構ねこういうので初記録とかそういうのを取りたいっていうか、まだまだ可能性のある仲間だと思うので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。結構マニアックな昆虫なんですけど、見つけると嬉しいし、これ拡大してみるとめっちゃかっこいいですよ。あとでちょっと映します、ね。まあ、そんな感じで今日はクロコブセスジダルマガムシっていう、ダルマガムシの仲間をご紹介しました。じゃあ皆さん引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。